どうも木原です。今日はですね、今後ろに見えてると思うんですけれども、この三脚ですね、三脚のちょっと積み方、僕がどういう風な形で積んでるのかっていう動画を上げようと思います。でですね、なんでそんな動画を上げようかなっていう風に思ったかっていうと、ロープワークの南京結び最速っていう動画を上げたんですけれども、その動画を上げた時にですね、質問があったんですね。いつもありがとうございます。三脚の後ろを底上げするために棒のようなもので支えているように見えますが、自作ですか？私は軽トラックで12尺の場合だと上に出過ぎてしまっていたので参考にさせていただきたいと思いますっていうことを、ちょっとご質問でいただいたので、ちょっと動画を撮ろうかなというふうに思いました。でですね、ちょっと今回そのどういうふうに支えているのかっていうのを、今現状これ三脚が横向いてますよね。これは支えの棒を作ってるんですけど、自作で作ってるんですけれども、それともう一つどう言ったんですかね、これにはメリットもありますしデメリットもあるので、積み方をですね、2種類ちょっと動画で上げようかなというふうに思いますので、ちょっと早速始めていこうと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ実際に、僕が、この12尺を積んでいる時にどういう風な形で積んでいるのかっていうと、この後ろからの動画をちょっと撮ろうと思うんですけれども、むちゃくちゃシンプルなんですね。これ多分見てもらったら誰でも真似できると思うんですけれども、これ分かりますかね。このコンパネの、上のところにこう溝を掘って、でもうちょっとこれね、なめてきちゃって溝がなくなってきてるんですけれども、溝を掘ってこの棒にも溝をつけて乗せて脚立を積んでるっていうだけのシンプルな作りになってるんですね。で、ものすごく簡単な作りになってます。これでね、どれぐらいかな、これで支えてるので、多分ね、3、4年ぐらいはもうこれで使ってると思います。なので、かなりね、コスパがいいと思います。で、最近ではね、ここね、ちょっと舐めてきちゃって、もうね、積もうとした時にね、ゴミがね、たくさん積んだ時にね、これ、ここの、噛ませてるところがね、外れちゃったりとかするので、今回、ちょっと新しいのに変えようかなっていうふうに思います。うん。で、この、どう言ったんですかね、棒のメリットとしたら、視聴してもらってる方、松本さんっていう方ですかね。その方が言うように、これ、12尺が、これ、斜めに積むと、すごくね、こう頭がせり出てしまうんですね。なので、僕はこういう風に積んでます。この12尺を普通に積もうと思うと、かなりせり出てしまうんですね。ただ、この、棒があることによって、脚立が真横に向くので、かなりね、デメリットが少なくなると思うので、僕はこういう積み方してます。で、メリットとしたら、もちろん、脚立が真横に積めることはもちろんなんですけれども、これ後ろ道具積むときとかに、かなり楽になるんですね。これちょっと今ね、かなり出っ張ってますけれども、後ろ積むときとかにスペースが空くので、かなりね、これはね、メリットとしたら、こう、後ろにスペースが空くので、これかなりね、メリットなんですね。例えば、剪定が終わった後、掃除だけに、で、荒ゴミも積み終わりましたってなった時に、脚立って掃除の時かなり邪魔になるんですよ。それはなぜかというと、脚立があることによって吹き溜まりがブロワで飛びにくいとか、掃除する時にあっち動かし、こっち動かしになったりとか、そういうデメリットがあるので、僕は脚立は、いち早く積み込みできたら、いいなっていうふうに思うので、なので、要はこういう風にしておけば、道具も後で積み込みできますし、脚立は先に積むことができるっていうメリットがあります。で、次、この積み方のデメリットとしてなんですけれども、これは今ね、これコンパネで支えてるんですね。なので、コンパネを、ずっと立てとかないといけないんですね。っていうデメリットはあると思います。なので、その業者さんによっては、もう、どういったんですかね、鉄で骨組み作って、こういう支え、使ってるところとかもあるんですけど、僕はね、こう、どういったんですかね、フレキシブリにというか、横板も立てっぱなしにしときたいとか、横板がない時とか、この脚立自体をこういう風な積み方したくない時とかもあるので、どうしてもね、こう、備え付けの、どういった鉄の、
こうなんていうか、こう横のあのこういう横板です、横棒ですね、こんなんつけちゃうと、またそのゴミの積み込みだったりとか道具の積み込みだったりとかがちょっとめんどくさくなりそうなので、まあ取り外しができるようにっていうので、こういう風な形をとってます。でですね、この横棒の作り方をですね、僕も新しく更新するので、その横棒の作り方ですね、をちょっと動画しようと思います。これね、真似ようと思ってね、こう溝掘ってやったらいいだけやろうっていう風に思われる方とかもいるんですけれども、結構ねこれも試行錯誤してるので、ちょっと細かいことにはなるんですけれども、その辺も説明していこうと思います。材料の説明をしていこうと思うんですけれども、これこの柱ですね、これは赤松の、ここの、角材のここですね、ここが 35×35 の太さの、正方形の分ですね。で、長さが、僕は2メーターのものを買いました。まあ、2メーターのものあったら十分だと思うんで、価格もね、何倍だったかな、4、500円ぐらいですかね。ワイプで乗せるようにしときます。で、使う道具なんですけれども、まあ、基本、このノコギリがあったらいいと思います。で、僕はちょっと作ると、まあ、工具とか結構持ってるんで、こういうのがあったらさらに、便利だよっていうのだけちょっと出しといたんですけど、まあ、これはヤスリですね。ちょっと粗めに削れるヤスリと、これもヤスリですね。で、これがのみかな。うん。これもね、別にそんな高いもんじゃないんですけど、まあ、こんな買い出したらね、すごくお金かかっちゃうんで、ご自分で持たれてるね、ノコギリあったらいいと思います。でも、できたら、ノコギリは、これ見てもらうとわかるんですけど、こう、まっすぐ直線のノコギリですね。僕が使ってるのはこれ竹用なんですけれども、まあ、こういうまっすぐのノコギリの方がいいかなっていうふうに思います。基本僕、剪定の時はね、カーブソー使ってるんですけども、このまっすぐのノコギリを使って、作っていこうと思います。じゃあね、早速ね、寸法の方の測り方とかをちょっと説明していこうと思います。じゃあ早速作っていこうと思うんですけれども、まあ作る時の注意事項っていうのがあって、基本的に、まあこの柱の長さなんですけれども、まあ軽トラックの大きさよりちょっと大きめに取っておいた方がいいかなっていうふうに思います。で、それなんでかっていうと、そうですね、ゴミを積み込んだ時にね、コンパネって開いてくるんですよ。なので、基本的にここの柱っていうのはちょっと大きめに、取っといた方がいいですね。で、これで今、何センチある？ 4 センチかな？ 4 センチぐらいですかね。なので、今回は、この、柱、そうですね、4センチで取ってるんですけど、僕は5センチ5センチ出るように切ろうかなっていうふうに思います。いつもね、結構ね、こう、どう言ったんですかね、突っ張ってたので、ちょっと今回はね、大きめに切ろうと思います。じゃあ早速ね、柱の方を切っていこうと思います。見てくれてる人の話ちょっとしようと思うんですけど、結構コメントたくさんいただいてて、なんて言ったんですかね、多分業者さんなのかな、12尺積むっていうことは業者さんやと思うんですけど、すごいね行動が早くって、なんて言ったんですかね、僕が何やったかな、ゴールデンウィークに揃えといた方がいいもの、いい道具、何千、必要な道具っていう動画を上げたときに、太枝のね、ハサミのね、買った方がいいですよっていう動画ちょっと僕上げさせてもらったんですけど、早速ね、購入してね、効率よくなりましたっていうコメントくれてたんですよ。まあ、すごい、どう言ったんですかね。まあ、これは、ちょっと一般の人っていうの、業者さんに関しての話、業者の人に関しての話なんですけど、やっぱ行動早い人はやっぱ伸びるというか、まあ、伸びるって僕が言うのもちょっとあれやおこがましいけど、やっぱり、すごいですよね。ちょっと、おいくつの方かわかんないんですけど、まあ、やっぱこう、なんて言ったら、いいなと思ったらもう、こう、すぐ取り入れて行動できる人って、やっぱすごいですよね。僕も、やっぱ、そういうのやっていけたらなと思うけど、なかなかね、もう、僕は結構ビビっちゃって、なんかこの YouTube 始めるとかも、別のね、動画チャンネルで、造園パートナーズっていうの、運営されてる人いるんですけど、青森さんっていう人なんですけど、その人に、僕東京に会いに行って、で、それで、
別にいいか。まあ、僕なんか YouTube 始めるのに何年ぐらいかかったんやろな、始めようかなと思うんで3年ぐらいかかったんで、あの YouTube 始めようと思って3年かかったんですよ。あのなんかそのなんかどうしようかな、した方がいいかなとか、なんかちょっと自身もなんかちょっとやってみたいなとか思いながら、まあ思ってて、で結局ね始めたの3年後とか、まあ去年の1月ですね、するって言ってからもね10月ぐらいにあのしまするっていうのを言ってたんですけど、結局始めた年明けでね、モテモテなんで、ね、今思ったらねもうちょっと早くやっといたらよかったなと思って、でも気持ちが乗らんかったらこういうのってねほんましなくなるからね。うん、 OK っす。どうかな、 OK、 これで完成っすね。よいしょよいしょ、これよいしょ、これでわかるかな、これで完成ですね。うん、ただこれだけなんですけどね。うん、じゃん、実際はめ込んだら皿はいいですね。やっぱ皿はええな、やっぱり何でも。よいしょ、これが古いやつですね。これわかります、だいぶ反りました、反ってますけどね、ほらだいぶ反りが出て、最初のうちはね角が立ってるんですけどね。うん、でもまあこれでも全然いいですよね。うん、まあこれで完成ですね。でこれで柱完成ですね。で、この時はもうこんな感じ、後ろからこういう感じで積みますね。わかります？こんな感じですね。まあ、最初の動画、あの最初の見てもらってたからわかると思いますけどね。で、不安定じゃないかとかもう言われることあると思うんで、まあ、これあくまでも自己責任でやってほしいなとは思ってるんで、それはちょっと自己責任でやってください。で僕はロープをかけるときにこの脚立のここの中を一個通すようにしてます。うん、そしたらね例えばもう落ちたとしてもまあ最悪なんとかとどまる、そのリスクヘッジみたいな感じで今みたいな感じでしますね。で不安な場合は不安な場合はもうここを1本かけるとかね、ここに1本かけるとかしておいたら、まあ、後ろに落ちてくることっていうのは僕はないかなっていうふうに思うので、僕はいつもねそういうふうなかけ方しますね。まあ、これは経験則になるんですけれども、まあ、過去そのこれに変えてから、まあ、3年から4年ぐらいはどう言ってないですかね、落ちたりとかしたことはないので、まあ、これでも大丈夫かなっていうふうに思います。意外とねしっかり止まるんですよね、これ全然止まるんで、僕はこれで十分かなっていうふうに思いますね。そんななんかね、遠くにまで車を走らせて現場に行かないといけないこととかないので、これで十分かなっていうふうに思って、僕はこういう積み方をしてます。じゃあ、この積み方の、最初の方で話したデメリットですね。横の板が立てっぱなしになるのでっていうのも説明したと思うんですけど、板をね、寝かした場合、の脚立の積み方っていうのも僕ちょっとね積み方のコツがあるので、ちょっとそれもね合わせて説明しようかなっていうふうに思います。じゃあちょっと説明していこうと思うんですけれども、多分その見てもらってた人がしてる積み方っていうのをちょっとやってみようと思います。多分ね、こうやって積んでるんじゃないかなっていうふうに思います。で、それをすることによって、ここね、一番上、多分ね、あれでどれぐらいあるの ?3 メーターぐらいかな、高さ3メーターぐらいになってしまうんですね。そうなってしまうと、まあ、駐車場も入るとき大変で、場所によったら入れないですし、道によったら、くぐれるとことか、どういったんですかね、上に、電車が走ってて、その下を、トンネル抜けないといけないとか、そういうとことかで、この積み方してるとすごい危ないんですね。で、これ、僕が会社員時代の話なんですけれども、この状態で、江南の、
2階の駐車場とか入るときに、おもこ脚立当てて壊しちゃったりとか、そういうのも、過去にね、僕じゃないですけど、そういうのがあったっていうのも僕、経験あるんですね。なので、できるだけこういう積み方しない方が僕もいいと思うんですね。で、次に、する積み方としたら、頭が出ないようにこう今適当にしますよ。頭が出ないようにどう言ったんですか、後ろを出すような形で積む積み方っていうのがあると思うんですけれども、まあ僕はこういう積み方するんですね。これもうちょっと上の方に行こう。これちょっとあまりにも出すぎてるから、もう一度上じゃない、これぐらいかな。まあこういう積み方があると思うんですけれども、このどっちかかなっていうふうに思います。僕がやってる積み方以外で言ったら。で、僕は、例えば横棒を使わずに三脚積まないと、十二尺をどうしても積まないといけないっていう時、こういう積み方するんですけれども、この積み方で、僕は、今これロープで止めてるんですけれども、これ積む時ね、やっぱ脚立滑ってくるんですよ。この後ろの、ここの部分に、ゴムついてる、軽トラやったらあんま滑らへんかもしれないんですけど、ついてないやつとかやったらね、滑ってね、積むのね、結構ね、ストレスなったりとかするんで、だから、頭上に、どうしたらリーゼントみたいにしちゃって、積んだりとかする方結構いるんですけども、この積み方の、コツがあるので、すごく簡単なんで、それも説明しようと思います。じゃあ、積み方なんですけれども、これを僕は使ってますね。これ見えるかな、これぐらいまで近づく、これクランプですね。このクランプを僕は使っていつも積むとき、どう言ったんですかね、ずってこないようにしますね。このクランプの使い方なんですけど、もう超簡単、ここの後ろにこれをつけて当てるだけ、これ止まっちゃうんですね。むちゃくちゃ簡単でしょ。で、あとは、ロープを万力するだけですね。これで完了ですね。で、あとは、まあ、さっきと同じですね。ちょっと不安があるんであれば、ロープを後ろのところに、もう一回かけてとか。その辺はしてもらったらいいかなっていうふうに思います。これはちょっとね、かなり後ろ出っ張らしちゃったんですけど、このクランプがあるだけで、まあ、どこでも別にこう出してね、こう止める、どういったんですかね、ストッパーになってくれるんで、僕はね、積むときにね、こういうクランプを使います。このクランプはね、他にもね、使い道があるので、僕はいつもね、このクランプを、6つぐらいはね、車にね、積んでますね。これすごくね、使い勝手がいいんで、まあどういう時使うかとかもまたね、動画でアップできたらなと思います。まあ今回で言ったら、まあ、クランプの使い方で言ったら、まあ、この12尺を止める時に、外に出して、脚立を積まないといけない時とかに僕は使います。僕がしてる脚立の積み方としたら、この 2個かな。あとは、後ろの板立てた時の積み方とかもあるんですけども、ちょっとゴミね、今日ね、そんな溜まってないんで、後ろの板立てた時に関しては、また別で、ちょっとおまけみたいな感じで取れたらなと思います。この脚立の積み方が参考になれば嬉しいです。ありがとうございます。